はい、今回は山本太郎さんが岸田総理の最低賃金1500円という話の真相に迫った件について考えていきます今回もよろしくお願いいたしますこの話はどういうことかというとですね9月11日に山本太郎さんが群馬県の街頭でですね、ま質問されてま答えたま内容なんですが 相変わらず素晴らしいことを答えていらっしゃるということなわけですね。で、その群馬県の街頭の動画を見た僕の解釈ということでそちらの内容と思うことということでお話ししていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。この群馬県の街頭に高校生の方が参加されていて山本太郎さんに質問したんですね。 えー、岸田が最低賃金を2030年までに、えー、1500円にする、えー、というんですけどどう思いますかということで,でこの高校生の方の話っていうのはこの今の日本経済が厳しいわけじゃないですか、その,のんきに、えーまあ、そんなことを言っているのは何かっていう、まあ、そういった意図を含む話なんで、まあ、僕もあのその動画を見て思ったんですよ。で まリスナー様も思うと思われますが問題は今なわけですよね今この2023年のまあ、日本国民の生活がとても厳しいと 生活必需品の物価高、ねえー、ガス、ガソリン、電気代が上がる、そ,そして、えーまあ、給料も下がるとでこの、こちらは高校生の方だったんで、学校に行かれてるんでしょうけど、まああーねえー、パートとかアルバイトとかをされるで、まあそのね、パートとかアルバイトされる方もいらっしゃる、いろんな方がいらっしゃる中での,、まあ、このご質問なわけですよ。で えー、この話っていうのは、まあ、2030年というと、まあ、あと7年後ですが、まあ、2030年の真ん中っていうことなんでわかりませんが、まあ、7年とか10年後のわけじゃないですか,だかそんな先のことを何のんきに言ってんのっていう話なまずわけですよ。それがまずわけがわからない。うん 例えば岸田が、あまあもしもですが最低賃金をすぐに上げるっていうんであれば、あすごいっていう話になるんですが、まあ、7年後、10年後、まあ、するっていうことなんで、まあ、するかどうかっていうのもわからない、うん、っていうことを山本太郎さんおっしゃっていて、僕も思うんですよ。で このよくです、ねえーまあ、その賃金を上げる、給料を上げるという話になるんですがこれというのも大きな問題が生ずるわけですよ。賃金を上げるあるいは人件費を上げるということになるとその、ねえー、その中小企業とか個人にしてみれば、まあ、その人件費というのが経費としてのしかかるので。 それで倒産という可能性もあるわけですよ、ただでさえ、えー、今の人件費を払うのも厳しいのがあ現実、えー、だったりもするわけですね、うん、だから経営が厳しい今の中小企業とか、えー、個人の方に対して何が必要なのかということを山本太郎さんがおっしゃってるんですが、えーまあ、その賃金を上げるにしてもです、ねえー、その差額が出るわけですよ、今よりも上げる分、その分の差,差額は国が負担するべきであると山本太郎さんがおっしゃってるわけです、で僕も本当にそう思います。 本当に山本太郎さんというのは、この経済の話、経済政策の話を本気でおっしゃってますが、岸田なんていうのは全然本気のほ,ほの字もないわけですよ、全くもうなんか言ってる意味がわからない、もう全く何を考えてるかわからない。 言ったことはコロ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 変わるとかね、言ったことは次々次々変わるわけじゃないですか、意味がわからないんですよ。だからもしも給料を上げるんであれば、その上げた分の差額分は国が負担すべきと。で、日本というのは、そ山本太郎さんがおっしゃってますが、まあ、僕も思いますし、理ナさ様も思うと思いますが、 失われた30年といって、30年間経済成長してないわけですよ、他の国は30年間経済成長してるにもかかわらず、日本だけがしていないわけですね、先進国の中で。その状態をどうにか良くしていくためには、ね、その抜本的な経済改革、だから今回で言えば国がその差額分を出して、ね、お金をまあ出していくっていうことですね、で別にそれ前もお話ししましたが、無理ではないですからね。うん 政府・国には通貨発行権があるんで別にお金を出すことは全く無理でも何でもないわけですよ。だそういう気があるかどうかっていう話なんですね。で 山本太郎さんが、まあ、おっしゃって,て確かにそう思いますが、えー、10年後ね、えー、最低賃金を1500円に上げるとか言って言ますが、10年後、岸田内閣総理大臣になじゃないでしょ、だから、その先なんてどうなるかわからないから、本当、適当なデたらめ言ってるっていう、えー、ことだと思いますで、僕もそう思います、僕はこの岸田の,その最低賃金1500円っていう、まあ、ニュース見ましたけど、どうせしないだろうなと思ってるわけですよ。 で、えー、その気づいたら7年後、10年後とかでやるわけがないし、その頃岸田は、うん、内閣総理大臣ではないでしょうからね、で山本太郎さんもそうおっしゃってる、で山本太郎さんがおっしゃった中で、ですね2つあの、まあ、分かりやすい例というかあ、とてもですね、まあ、こういったことを、まあ、よく言う、まあ、自民党の手口であるということなんですが。 えー、国民に期待を持たせておいてやらないっていうね、うん、だからあの、支持率を獲得するためである可能性があるんですよ、えー、何も言わないと支持率が取れないわけじゃないですか、だから国民の期待するようなことを言って、えー、実はやらないと、でそのことがあいくつかあったんですが、その中から2つね、えー、考えていきたいと思います。えー、まず1つ目なんですが、<laughs> えー、岸田はですね、えー、分配なくして次の成長なしっていうことを言っていたんですよ、でこれっていうのも、まあ、当たり前といえば当たり前なんですね。 分配というのは先にお金を配ることによってそのお金が回って経済成長していくということなんですがこの分配なくして次の成長なしといった1年後にこの分配という単語が消えたんですよ、うん、いきなり成長になっているわけですよいきなり成長できたらあ今の状態になっていないわけですね失われた30年になってないわけじゃないですか 30年間経済成長してないのにいきなり成長できるわけがないんですよ。だからこういうデタラメ言ってるのも岸田のわけのわからないところであり、えー、理解不能、でえー、その国民に、えー、期待するだけ、えーまあ、期待をさせて、えー、実はしないということを言っている。うん だからあの岸田っていうのは本当にね、あの売国機民政策って言ってえ、口ではいいことを言うのかもしれませんが、僕は全く信用してないんでね、えただ、実際はやらないわけですよ、うんで、国民からどうにかこうにか注目を集める、あるいはですね支持を得たい、からそういうことを言うが、実際はやらないで、それを繰り返すわけですね、でその岸田の、まあ、言ったことで、もう一つあるんですが、僕はこ,こちらのねうがね、うんあの 調べていいとと思ったこががあるんですが岸田っていうのは、えー、また同じくですね昔所得倍増計画とかって言ったんで所得が倍になるっていいわけじゃないですか今のこの苦しい、えー、この経済状況からね収入が上がるっていうのは日本国民が望むところですよ、えー、あそうなのかって思うじゃないですかそ,そうしたらいきなり話がすり替わって資産所得倍増計画っていうことになるわけですよだこれって何かっていうと資産がなくては無理なわけですよねで岸田山本太郎さんもおっしゃってますが岸田は、えー、日本国が 国民に投資を促してるわけですよ。株とか金融商品とかっていったものを投資してお金を増やしなさいってだからこれっていうのはそのこのニュースが出たとき言われてましたが、まあ、ロンドンとかシティとか、まあ、そのいわゆる外国のです、ねまあ、国際金融資本家に岸田を言われたのかどうか分かりませんが多分言われたんでしょうねで突然話を変えたわけですよで意味が全然違うから所得倍増計画って国民の所得が倍になるっていういい話じゃないですか 資産所得倍増計画って資産がなかったらできないですし、これっていうのはこの株とか金融商品っていうのは金が減る可能性もあるわけですよ、訳わ,わかんないじゃないですか、でモンタロさんはこのこともおっしゃっており、はっきりおかしいって言ってるわけですね。 だって国民に対して経済政策をするはずがですね国民に投資を促しているって話をすり替えてるわけですよ、うん。全く経済政策してないわけじゃないですか,かこういったところからあこの、まあ、自民党のデタラメ岸田のデタラメっていうことを山本太郎さんがあまあ明かしているんで、まあ、本当に山本太郎さんってすごいなと思います。 うん、本当にね、えー、一人でも多くの日本国民がこの岸田のデタラメあるいは自民党のデタラメに気がつくべきだと思うんですけれども、で最後に山本太郎さんが言って、ですね、まあ、この話も本当、あのーまあ、聞かせていただいて、まあ、すごいなと、まあ、思ったことがあるんですが、この高校生がおっしゃってた、賃金が上がるってことは違う意味もあるっていうことをおっしゃってるわけですよ。 賃金が上がることによって、えーまあ、その日本国全体ですね、えー、都心部とお、まあ、地方ということで地方の活性化につながるっていうことをおっしゃってるわけですよだから例えば地方で暮らしているとどうしても給料が少ない厳しいので都会に、まあ、出ていかないといけないとそう思う方もおいらっしゃるしかしですね、えー、もしも地方のです、ね、給料が上がればわざわざ都会に出ていく必要がなくなるわけですよ都会っていうのはね、えー、給料はいいかもしれないですが例えば家賃が高い 生活費が高かったりっていうそういったこともあ,のあるわけですよね表と裏なわけじゃないですか。 だから地方で賃金が上がる、給料が上がることなので、地方経済の活性化、言、えー、うなれば日本全体の好循環になっていくってことを山本太郎さんおっしゃっていて、まあ、本当にそうだなと思います、だからよく地方再生とかって言うじゃないですか、そういった意味も兼ねて、うん、この国、政府がですね、賃金を上げて地方の経済循環を良くしていくっていうことが本当に必要だと思うんですよ。だから、そそのの岸田のよううなでではないいすよ本当にそういうことを考えて やっていいく必要があると思いますだから今回山本太郎さんが話していただいた話っていうのは、うん、その今の状況では賃金を上げるのは現実的に厳しい中小企業あるいは個人の方が給料を今の状態で払うのも精一杯だから厳しいしかしそうしないと失われた30年が取り戻すことはできないし日本経済が良くなることがないんで。 まあ要するに国とか政府が中小企業にお金をまあ出して、えー、それで給料を上げていくことによって、えー 経済がより良いいい方向に循環しててくっていうことですねでそのための分、お金はえ国が負担していくということですで。もしも日本経済、景気の循環が良くなったら、えそういった、ね、中小企業に出すお金であったり、個人の方に出すお金を減らしていけばいいっていう、もう本当にそれだけだと思うんですよ。だから今回も思いましたけど、山本太郎さんがこのおっしゃる経済政策、うん、この話ていうのはほぼほぼ完璧なんですよね。 うん、他の、ね、議員とかでなんかよくわからないデタラメとか意味がわからないこと言ってる人間が多いですが本当に山本蘭さんのこの経済政策 完璧だと思います。だから本当、山本太郎さんが内閣総理大臣、あるいはですね、えー、政治の中枢に入って、ですねこのようなことをしていただくことによって、僕たちの住んでいる日本がより良くなると思いますし、逆にですね日本がより良くなることを願って、山本太郎さんのね、えー、活躍を期待しています。この今回もですね、えー、まあ、見た9月11日の群馬県の街頭演説、本当に素晴らしいものだったと思いましたということで、ちょっと僕なりの感想ということでお話しさせていただきました。 最後まで聞いていただきまして、えー、ありがとうございます。今回はここで終わりです。失礼いたします。